あ、そうだ、バイトの話したかったんだ。僕さ、割と人一倍なんかいろんなとこでバイトしてきたんだよ。その中でもね、トップレベルにヤバかったバイトがね一つあるんだけど、顎をね取るバイト。顎を取るね、まあ何の顎かっていうのは言わないけど、顎をねパカって取って、その別のケースに移動させるっていうバイトをやったことある。なんかね、顎が研究のその対象になる、対象っていうのかな、なんて言えばいいんだろう、使われるらしいんだよ。顎さえあればその人の身元不明の、あ、もう言っちゃったわ、あ、身元不明のね死体の顎を取り出すっていうバイトがあるんだけど、それやったことある。身元不明の死体が結構なんかその場所に来るんだよ。で、身元が分かんないからその DNA 鑑定とかしなきゃいけないんだけど、まあ割とその死体から何日か経ってるやつなんですよ、水死体だからね。その割と腐っちゃったり、まあちょっとやばい話すると生き物に若干食べられたりしてんだよ、ところどころ。でもなんか顎さえ残ってれば大体の身元は確認取れるらしいんだよ、 DNA 鑑定で。で、その顎を取り出してケースに移すってだけのバイトを僕はね一日だけやった。もう二度とやらないって決めたけど。すっごい変な場所にね閉じ込められるんだよ最初で、これ着てくださいみたいな感じで。え、でもこれ着てくださいって言われてもね、え、全然防護服とかじゃないんだよ。なんか若干ね緑色の、なんて言えばいいんだろう、ゴムスーツみたいな、これとつけないとなんか匂いが1週間ぐらい取れなくなるのでみたいな感じで、きつかったな。時給ってかね、日給だった。日給ね、あのね、みんなが思ってる以上にもらってる。いや、そういうのってなんか大体高いんだろうなって思うじゃん。マジで高い。マジで高い。でもなんかね、話聞いたところによると、大体ね、続ける人いないらしい。バイトに参加するじゃん。一日で、もう次、だからね、まずね、次来てくださいっていうのね、なんかしちゃダメらしい。ダメなんだって。基本なんか人に勧められないようなバイトだから、もうじゃあ次いつ来れますかみたいな、そういう勧誘はなんか上の人がしないでくださいみたいな感じに言ってるらしくて、今日ありがとうございましたみたいな感じでもうそのままお金受け取って、あ、その日に受け取ったわけじゃないけど振り込みますねみたいな感じで終わって、割と人生で一番なんか濃いバイトだったな。